ご苦労さん。いやー、今回はもうちょっと超ハイビッグなゲスト呼んじゃったわ、うん、どうも小沢敏さん。いや、ハイビッグ、超ハイビッグですよ。そんなことないよ。すみません、なんかコラボなんてもうさせてもらっていただいて。いやだって映画で一回共演して、品川君のやつで、そう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 、ちょっとまあ極道ゾンビ、極道ゾンビ系っていうやつがあれ何だっけ、あれ極道ゾンビ Z アイランド、あ、Z アイランド、ゾンビ Z じゃない、 Z アイランドです、はい、あれ相川翔さんの周年ですよね、なんかの何周年かなを記念、そうそう、いや、ほんま、まあそれもビーバップからもうずっと見てますよ。いやヘビジネコジあたりからもう気付いたら前川慎吾行っちゃって、だよな、なんだよな、あれ俺も今日持ってきたかったな、ビーバップ絡みのやつ、忘れた、いや、なんか本とかいっぱいあるんですよ、なんかいっぱい当時のパンフレットとか、あ、持ってんの、そうそうなんですよ、俺さえ持ってないのに、あの、持ってないんですか、いや、一声かけたら日本中から集まりますって無数に集まるでしょ、いや、あれでも、じゃああれ持ってたか、ビーバップって貴重だと思うんだけどさ、うん、あの時のビーバップ軍団でさ、全員さ、LP 出してた、え、レコードだし、マジっすか、だって俺ら中野サンプラザでさ、うん、コンサートやってる、あれ少年少女合唱団ですか、ちゃうわ、いや、ビーバップいたけど、はい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 、あれは立花成里とかのバックにいるやつね、あで俺らはなんか軍団みたいなので中野サンプラザでコンサートやってるんだけど、衣装が学ランだからさ、いやいや確かに、あの当時何いくつでした、コンサートやってる時って4か5、まあまあええ年で学ラン来てたね、いやいや俺だって最後に来た学ランはブレザーだったけど、この間まで来たら還暦まで来てる、いや嘘でしょ、怖いやん、もうアキラですやん、世界観がアキラのナンバーズですよ、着せたがるんだよ、いや、それは着せたいですけど、着せたいけども、いや、俺だって別に学ランも着ないで、なんかちょっとさ、ブレザーならいいかとかと思って、いや、ブレザーのが若いですわ学ランのがまだこう、前見てた印象があるから、まだこう、着てはんねんなって思うけど、いや、ブレザーとか怖い、いや、バラエティーを持ってくるんだよ、あ、それは、そら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 、あれだ、うん、あの、この間あれあいつ、小峠、ああ、はいはいはい、はい、あれはコント書いたの、あ、そういうことね、で俺と秀夫と片瀬里乃さんが、里乃姉が高校生やって、うん、恐ろしいな、恐ろしいだろ、全部が全部恐ろしいな全員です、で下手したら一番片瀬さんが恐ろしい、一番恐ろしいマドンナ役なんだけど、どう見ても姉さんにしか見えない、ちょっともう今日はちょっと男の中の男と見込んで、小沢さんをね、そのちょっとね、あのうちの YouTube によく出てくる男がおるんですけど、それがまあ、評判悪い、評判か、えげつなく評判悪いです、何で評判がある、 YouTube で評判がある、うちの YouTube 出てもうて、こう、それともそいつの人としての評判がある、両方です、すいません奥さん、なんかすいません、ありがとうございます、今月5万円しか来なかった、もうええって言ってたんだよ、なんか靴買ったりしてん、これもらったファンの方、コホリナインやから、コホリナイン、評判を良くするというか、全世代対応型芸人になっていただきたいじゃないですか、どこに行くのじゃん、あるお友達、だからか、だからトランプありますね、トランプお泊り用のトランプや、全部いいとこが見当たらなかった、うん、そんなやつなんで出すいや、先輩なんですよ、僕の、あ、え、先輩なの、先輩なんです、先輩なんです、ほんでもう漫才師なんですけど、漫才師なんですけど面白いんです、漫才ほんまに、うん、で、まあ、なんとかこう世に、うん、もう世界的ブームになってほしい、
でもさ、うん、後輩の YouTube のチャンネルに出て評判の悪い先輩ってダメやろ。ダメ、どうもダメ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 。だからですよ。だから今日小沢さんにの力を借りてちょっと、あのいい男にひっくり返してほしいんですよ。ああ、その彼を。そう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 、うん、やっぱその愛人、愛人、小沢さんってその愛人とかそっち方面はどうですか。その女関係を大いに遊ぶじゃないですか。俺の場合はだってさ、大いに遊んでるし、うん、そうでしょ、うん、ちゃんとオープンだし、うん、結婚してるわけじゃないし、はいはいはい、だから愛人っていう言葉がないね。そういうことね。あ、恋人が何人いるかって話。でもまあ世間、ほんま小沢さんやからこう OK という世界観ですけど、ほんまなら彼女がいたら他に女おったらあかんっていうような世界ではあるじゃないですか、うん、でもそれをこう関係ねえって通して世間も認めている状態入ってるわけでしょ。だってお前フライデーが諦めてるもん。あ、いやありすぎて何回も取られてるけど、あいつらさ、あれなんだよ、よくさ六本木の交差点でさ、確かによ、キャバ嬢と歩いてたな、うん、でもさ2人じゃないんだよ。はいはいはい、切り取るじゃんやつら。あ、確かに、取り、ね、しかもさ、うん、交差点を歩いてる後ろ姿だけだよ、うん、それってさ、みんなでアフターに向かう時だよ。ああ、でアフターで飲んで口説いて持ち帰ろうと思ってるところを取るわけ、うんうん、あ、で、まるで勝ち誇ったように言うじゃん。でも実はその時アフターに行って振られて、俺タクシー代1万円払って返してるのに、お前らだけはなんで勝ち誇るねん。あ、そういうことね。そうだろ、うん、ちゃんと口説いてるところまで取ってて、うまくいってラブを入る出るを取って、やっと俺は参りました、うんうんうん、そうですね、うん、参れないですよね。参らない、振られてんのに、うん、頭下げてもチンポだけですもんね、下向いてんのそう、だから彼女がいたって、うん、俺がだって彼女に怒られて、うん、ごめん、じゃあ今度どっか旅行行こうなんていうのは俺たちの問題であって、お前ら関係ねえだろ。そうそうそうでしょ、そうでしょ、そういうことで世間か。でもその今からちょっと呼ぶ男は、まあ、愛人がまあ9から10おるんです。やるじゃん。あ、そう、やるじゃんでしょ、うん、おもろいじゃない、かっこいいじゃないですか。じゃあそのイケメンなんだ。イケメンです、イケメンです。イケメンなんかな。なんか一回こう粘土でかっこいい顔作って、それを一回溶かしたみたいな顔してますわ溶けづらというか、はい、それでもモテるんです。でもね、そういうのを YouTube でやったらすげえね、あのコメント欄バカ荒れよるんですよ。なんでこの男は。女子からだ。そう、いや、でもうちの YouTube って 95% 男子なんですよ。だから男子同性から嫌われるタイプだ俺まさかですけど、とりあえずちょっと一旦ほな、ちょっとその男呼ばしてもらっていいですか。いいよ、男どうも、はじめまして。あ、どうも、ニチョン拳銃の小堀さん、はい、と言います。ニチョン拳銃、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 見してみろ。見してみろってないですか。持ってないですよなんでよ。コンビ名です、コンビ名。コンビ名、心にしまってるんです、はい、銃を、二丁も、心の銃を、二丁、はい、それで女何人もはい、はい、なんと真似するのね、お前さ、しかもお前な、ちょっとちっちゃい、ちっちゃい、お前あ、地味お前それ、さっきも出た女から借りてきた違います。出た僕、ほんま2日前に買ったとこなんですよ。なんでそんなちっちゃいのか。ビビアンのやつを、いや、俺もすぐビビアンとか言うよお前さ、小沢さんがさ、やってんのに出すなって。あ、ちょうどあったから、カバンから出して。ビビアンって何。ビビアンウエストウッドっていう、まあ、ブランドですね。ビビアンスーのなんかグッズかと思って。ビビアンスーは出さないで、タイミングで書いたタイミング、タイミングないですよ。ずれたまーの悪さも歌わんでへんね。それが君のタイミングだな。何でもやってくれますね。こんな何にもいいのか。逆ギャップやと思ってるんです、僕。逆ギャップ。はあ、多分、うん、母性本能くすぐんじゃない。いや、それはね、多分あると思う。ダメなところ。そうそう、ダメを自慢してるやろ。それで、ダメや思ってたら、意外としっかりしてて、うん、コロンっていくんですね。その逆だ。そうです、そうです。しっかりしてそうには見えねえから。いやいや、それは意外とそうなんですよ。あと、怖いが、あの、要あの釣った魚に餌をやらんとか言うじゃないですか。その真逆で、一回この小堀さんの愛人になったらずーっとなんですよ。あのだから、あの一番最長でどれぐらいですか。22年。22年代の愛人がいて、しかもまあセフレですよね、言うたらね、まあ、言い方悪いから。セックスはしてますか。セックスレスです。愛人とセックスレスなんですよバカじゃねえかていうか、お前さ、はい、俺はさ、例えば稚魚を釣り上げるじゃんか、はい、
ちょっとの授業、俺の水槽でちょっといい感じになった時ちゃんとリリースするんだよ。ああそういうことね。うん、分かる。はいはいはい。あのチャルチャルしてんのこうちょっとそういうんじゃいけねえぞって、うんうん、もうちょっとこうやった方がいい女だし、そうそう、いい女、男はこいついい女だってこういう女だからってこう育ててリリース、お前がずっとずっとね、お前がずっと出た後も枯れてるじゃねえ。かわいい。だから細いフラスコでずっと放とんすよ。だからもう上向いてもうこう回るしかできない。タツノオトシゴだもん。タツノオトシゴ。タツノオトシゴも体まっすぐしてますよ。あんな体巻いてるやつがもう伸びきってる。伸びきってる。いや違います。長えなそれは。かわいそうだな。いやじゃあなんかちょっときっかけがね、別れるきっかけがということが。だからこのきっかけは自分で作るもんだ。そうなんだって俺だってさ沖縄で、うん、こう自分の店を出すのが夢だってやつがいたんだけど、なんかお店で働いてて、うん、そのお客さんでオーナー沖縄でお店をやるんで任せたいって言われてんだけど、うん、って言ったら遠距離になっちゃうじゃん。ああそうだね、そうだね。だから沖縄行くのやめようかって言うからバカじゃないの、うん、じゃあ分かるよって言って、あ今沖縄で店を話し立ってるんですね。あえてそうほらできるそれ。いやもったいないねそれは。もったいない。なんでもったいないねまた探せばいいじゃねこれ。ええやん、だってセックスせえへんねんから。いやすごいけどその楽しいやその二人でおる時。ちょっと待って、じゃあその二十何年もいるじゃん、はい、で何人もいるやろ、はい、お前の感じでちゃんとそいつら食わせてるような感じがしてんだけど、はい、逆に食わせてもらってるのかお前。いやいや、そのおごってもらう時もあります。おごる時もありますよ、うん、それ、じゃあそれならそれちょペ教えて、その割合10あったら 何パーおごってるの。何割あのだからホテル代向こうは出してとかあるよ。ほな他は何出す の、 あのご飯を3回に。吉野家とかお前ドトールのコーヒーとか。いや そんなことないですよ。ちゃんと飲みますよ。ちぎたパン2人で分けたりとか。昭和すぎるやん。怖い、こんなも怖い。そんなことないですけど、まあまあそのまあ半々ぐらいじゃないですか言うたら。どうですか、オスとしてこれ。いやまあオスにもいろんな形あるからな。いやこんななんかもうあの万年産卵期みたいなオス怖いじゃないですか。ずっと種まいていってんですよ。分かる。だからサファリパークだとすると、うん、お前さなんかどっしり構えてて、ええええ、とりあえず手の届く範囲に来たのをパクっていくやつ。あそうですね、そうですね。松田あんまこうダーッしてから、ええええええ、こいつは初対面でなんでわかるんですか。走り回ってなんかさあのハイエナみたいにダーッして、ね、うんうんうん、草むら消えたと思ったら家族で出てくるよ、うんうん、ずっと動物で例えられてる。いやえぐい。俺はもうなんかどっちかっていうとこうとりあえずショットガンで撃ちまくってみんな倒れてるのこう見たらこれでいいなってこう、あこいつかわいいじゃん。怖いな。なんで一回殺すねん。何やねん怖っ。どういう例えなんだ。殺してるもん一回。一回たら致命傷になっちゃったのはしょうがない。あ、もう大変や。致命傷。一回殺してスカートめくってパンツ見つかる。スカートめくる。激ヤバ。じゃあとりあえずちょっと小堀さんの男ランクをまずちょっと見たいんですよ。うん。うん、で例えばランクってどうやって決める。いやちょっとね今からだからお題的なことを言って聞いてこういう時はどうするかっていうのを、うん、でこれであんたはこうします、それを小田さんどうですか、いやこれはちょっとやか違うなっていう、うん、ちょっと評価をしていただきたくて、うん、ちょっととりあえずスケッチブックあるんで、あじゃあとりあえずはい、いろんなシチュエーションあると思うんですけど、男はカッコつけてるシチュエーションってね、うんうん、かっこいいシチュエーション、うんうん、それちょっとお願いちょっと聞いてみましょうか。じゃあ僕ほなお題書きますね。はいはいはい、うん、じゃあ一発目これね、うん、家、まあ、浮気して帰ってきて家帰ってでまあズボン脱いだ時に、まあ、偶然ズボンパンツも脱げたと、うん、なんとなく、うん、まあ、その奥さんがいるんですけど、その奥さん、まあ、もしくは彼女自分チンコの裏にティッシュのカスがついていたと。これ浮気確定じゃないですか。この時にどう言い訳しますか。うわ男なら。じゃあ小堀さん書いてください。これも何だってさ、絶対ついてるの前提。絶対ついてる、絶対ついてる。俺、これ、先般ないもん。ティッシュ使わないですか。違う、だって普通さ自然乾燥です。恐ろしい、そんな。裏切りで誰かが乾燥する。あれ、窓開けて、窓から出してもらう。シャワー浴びねえ。
ああそういうことね。うん、ああ、うん、なんかさ終わってティッシュで拭いて、うん、パンツ履いてさあ家帰ろうっつってさ、まあかみさんがいるせいってなってかみさんの前でパンツ履いて、それおかしくね。でもあのあそうかここ問題違ったんだ、あの方形なんですよだからあの、なるほど、うん、皮で守られてもて、うん、抜いたらプッてティッシュ出てくるパターンなんですよ。汚ねえな小沢さんどっちですか。俺はもう火星方形。あ、一緒ですやんか。だから小沢さん、ちょっと待って、小沢さん火星方形、俺もうきっちりお前これって言ったらいいのか分かってるきっちりピンクで綺麗なの守るために日焼けとかで焼いてるじゃんか。あ、はいはい、その時は皮をかぶせて謎とか黒くなったらなんか色素の問題でもう二度とピンクに戻らないんじゃないかっていう脅迫観念があるから。いや意外でしたね。え、そう。いや俺もうでもビッキャバキャのやつや思ってました。日本人のパーセントって火星方形が一番多いじゃん。あ、多いですよ。で一番いいですよね、なんか便利だよね、うん、でも夏気をつけないとお前ずっとかぶってんと、お前すげえたまるよお前。ちょっと静かにしてください殺しますよお前もそういう話題で来るからえらい共有してるね、なんか言いました、はい、うん、どれ。じゃあ、コウミさん答えお願いします。はい、トイレでしこっただけやって。うわ、まずさ、うん、漫才師としてダメだな。漫才師として笑えないもん。確かに、うん、この答え笑えない。そんな怖い2人ともこれちょっと、いやほんまにそう言うやろな思って。だからこういうところが見てる人がこう、ツッコみたくなんねん。いや要はそのほんまに、おお、あそういうねやっていうのか、わもうなんなぞもう言うわけないやんっていう、どっちかに振ってもらわな。こんななんかもうガリガリの見てこの揺れてるお前シャブやってんな。やってないわこんな字。いや、こう見てどっちなんだ、ボケツッコミ。ボケです。あ、こうボケツッコミどころを客にやらすなっちゅうの。はい、ずっと怒ってはりますね普通これ相方で、お前奥さんが相方だったらもんなもんウォシュレットで洗って今回ボケって突っ込まないと整理しないボケやんか、うん、そうやん。あ、そうですね。もうすぐ嫌われたやん早っなんで呼んだやんお前は俺もこんなもんせめて受けろ。せめてなんか笑えるところがないとな。ねえ、もしかちゃんとかっこいいこと言えるかよ。そう、助けてくれ、お前は。お父さんやったらちなみに どうしますこれ。だったらあれで拭くのが一番いいじゃないか。なんかウェッティで。ああ、ウェッティでね、うん、絶対取れねえじゃねえ。取れない、うん、だから、あ、チェックしたとウェッティで拭くのがいいじゃねえ。いや、キャッシュのカス残んねえじゃん。アルコール入ってたらどうしようアルコールちょっと今しめでこう今しめスースーしますよ一瞬気筒も紫になるでしょうね、ギュッて頼むよ、頼みますわ、これさん。すみません、これ、はい、男ランクとしてどうですか。ほんなら10点満点中何点がつけてもいいですかなんで点数つけんのよ今、この回答。はい、これ5問やって1番で5問やって50点満点中っていうあれにしますね。うん、はい、でも1番ゼロゼロどれだろう、はい、面白みが一つもなかった。確かになかったな。ちゃんと言うんですね。これじゃゼロ点かっこ面白くないね。いや、かかねえよかっこ面白くないっていう。いいですか。いいですくないよ。わかりました、ちょっと、はい、わかりましたよ。いいですくないね。いいですくない。オッケー。じゃあ第2問いきますね、はい、じゃあシチュエーションにしましょう。シチュエーション、うん、はい、隣トトロ、はい、あのでっけえやつ、うん、あれとタイマン張るとしたらどう戦いますかトトロとタイマン、もうこんな、うん、女が後ろでもう囚われてるんですよ、うんうん、トトロがとるうーん囚えてますよ、うんうん、トトロとタイマン張るとしたらどう戦いますか。うん、オッケー。小沢さんやったら多分倒せると思うんですよ。俺はバズーカで撃つ何バズーカ砲で撃つ。バズーカここに穴開けたりますトトロの俺が開いたところに手榴弾ぶち込むお前ジブリファンにめっちゃ怒られるやんめっちゃ悪げんな、ここあ、ここ穴開けて、うん、穴のここに手榴弾置いてドボンドボン
いいですね。さっきそんなん面白いこと言うたらダメじゃないですか。だからそれを超えろよ。そうだよお前、超えろよお前。超えろよ、さっき聞くのやめてくれ。もうはいはいはい、はい、じゃあトトロとタイマンお願いします。チョコマが動いてバテ刺す。あ、でかいやつ相手やからね、はい、体力が自信あるんですよ僕、細い、走り回れるんで。でバテ刺したところ、トトロってそんなに動かないよ。ドーンと言ってお前がチョコマがチョコマが走ってる間に気づいたら暇でトトロ寝てるよ、きっと。うん、だからバテないじゃん、ね、ある意味それがバテたことですよ。終わったって起きてくるよ、ね、そうそう、もう関係でも聞かない。いやいや、じゃあそこで僕手榴弾ぶち込みますわ。ずるいてお前持ってないよ、お前は手榴弾。小沢さん手榴弾とバズーカ持ってあるけど。持ってんの？持ってある。いや俺だってバズーカで開けて手榴弾だから、お前手榴弾だけないとお腹に跳ね返ってお前がバカそうに、ここなくなってるわ。バーンってこれどう勝つのよ。でチョコバカ置いてバツ刺してどうすんのよ。とどめの刺し方教えてよ。ああ、一回やろうか、俺がトトロとして。小沢さんに見てもらう、トトロ対よ、早く動くねの、うん、やってみよう。どうやってバテんのか、ちょっと一回やってみますね。ここでトトロールはこう、問題の殺したろかもやってくれたな。いや、それは無理やって。ちょっと小沢さんちょっと一回やってください。僕と俺がお前、しかもお前いいや、はい、俺は正面向いてチョコも帰ってくれ。いいじゃん。バテねえじゃねえか。座れ。ちょっともうほんま、じゃあほら次ね、ほら次の問題いきますね。もう今の点数やらねえの、まあ、あ、ほんまやばい、じゃあください、うん、ゼロだけど、ゼロだゼロだバサバサ。ちょっとまだ同情点あんの、マイナスにしたかった今。ゼロも、これはどうでした、面白い、つまらない、つまらないつまらないって何でいいね、オッケー。ちょっとこれ全然届いてない、50点まああと10ずつ取れば30で、まあまあ平均以上。ほんまはでも40点以上たらご褒美やと思ってたんですよ、うん、そのちょっとだからご褒美は何か言わないと思えないから。何の、いやちょっと後で、すいません、はあ、きっと喜ぶやつなんですけど。あ、ため息ついたな。なんかもうため息1個で10歳老けるからな。あ、もう老けたよ。今いくつ年？49です。ボケろよ。ボケろよって何よ年でそんなボケろよ。ボケろよ。次大丈夫ですか、氷さん得意なやつですから。あ、ちょ、もうほんまお願いします、うん、ほんまに分からん。じゃあ、まあ、浮気バレるなり、なんか悪さしたなり、なんでもいいですけど、うん、女性にビンタされて、うん、その後の一言、うん、いいですか、ビンタ系の一言、うん、お願いします。もう書かなくていいんじゃん、紙問題ね、うん、じゃあ、ほな、お母さんビンタいいですかで、一言言ってくれる女性の目の前で、その女性の親を殴った女性の親を殴った。だから小沢さんが女性としたら、うん、俺の親を殴った親をこの目の前でどっち言ったのでしかしその後のビンタです、はい、ってことはアントニオ猪木級ってこと。猪木級ですね。全然いいですよ、でもそっちの方がいいんですけど、もしくはアリスターオーフレーム級かもしれないですね。耳だけ、なんでフックやろ、ロシアフックみたいになってるやん。ほんでカメラ目線、大丈夫、俺だったら撮影でよくやってるんだから。カメラ目線で一言ね、ほんとおい、な、にしてんの、右利きなんやね。おぉ、じゃあ一旦座っていただいて。そんなベンチあります？ベンチ切ってましたやん今。怖っ。ほんと一旦ゼロって書いておきますね。いや一旦もクソもゼロ以外にいいだろ。めっちゃ怒られてるやん。これなんだ、もうさ言葉が出ない。言葉が出ない。ありがとうございます。言葉が出ない。言葉が出ないね、いただきました。言葉が出ない。お前のフォローの後、ゼロの後に付け足すことをかける俺の苦労になってくるわ。お前、これももう大変やねんからね。文句なく面白いっていう方が楽でいいじゃないかよ。いや、まあ、はい、そうなんですけども、その、なんかすいません、いろいろ。じゃあいい。
じゃあ次もっとイージーなにしますよ。もっとお願いしますよ。ボケやすいのにします。はいはい、うん、じゃ あの手持ちが、3000円で1日女の子デートをするとしたらどういうコースかにしましょう。うん、手持ち3000円しかない状態でデート、うん、女の子と初デートですわ。口説きたい女、うん、そのデートコースもしくは金の配分書いてください。うん、何時から、あと何時から、何時から何時までね。うんうん、これも簡単でしょ、これは。彼やっぱ女性孤独に関してはタクシン電話なんで、うん、愛人10人もおるんで、うん、でも答えてると思いますよ、意外と。ここはちょっとだからちょっとゼロ点じゃないコメントをちょっと用意していただいて、うん、どうします、もし金が全然ない状態でデートするってなったらどう楽しませます。俺、うん、もし本当3000だったら無理して外出てお前チビチビやるぐらいですから、うん、3000しか持ってないから、街でなんかスーパー2人で買い物3000分買い物して、俺が料理してそれをしながら映画を家で見てる、振る舞ってあげるんですね。あ、でもそう一番いいですよね。どうどう、それが金に換えられないじゃん。確かに確かに、うん、じゃあいいですか小里さん、はいはい、3000円でデートプランお願いします。うん、動物園に朝10時に行って、朝10時から、うん、で、まあ、4時ぐらいで疲れてきて、その近くの公園で飲みます、うん、でエッチ8時ぐらい。まず動物園ってさ、今入園料いくらぐらいですか。うん、1000円ぐらいじゃないですか。1800円じゃないですか。そんな行かないんでしょ。高いね。1000円以内だったと思います。いや昔やろそれ。今動物園高いってねえ、安ないよ。上野動物園とか600円とか800円とか。上野動物園なわけない。2600円。そんなしないですよ。それ水族館の話じゃないですか。調べたのかもな、一回ちゃんと。じゃあだってもう調べてみ、調べてみ。じゃあ上野動物園の入園料、お前これもうほんま言って言って、ほら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 、600円じゃないですか。小田さん謝りましょうか。まだで謝るのは全部出てる。じゃあ動物園で1200円な。1200円かけやかけや、1200円ってお前じゃあ間違えた方そんな強い。あとお前徒歩で行くんやろな。そこまでの交通費どないしね。電車賃入ってない。電車賃はだから100歩譲ってもうそれで交通費と入園料でもう1500円使ったわけだね。初代から上野やからな。初代上野の料金ちゃんと言うなよ、住んでるの。1500円ぐらいするやろ。いや何が電車賃よ。1500円もせんや、上野まで。ほなちょっと調べてみや、お前初代から上野までの電車賃なんぼや。400高ってことはお前交通費と動物園でも2000円ないんだよ。そうだよ。違う、ほんで帰りの電車賃ありますわ。帰りの電車賃だからこれで言うたら2800円使うんですよ。もうあと200円やで、お前200円で何すんの。公園で何飲むねん。公園の水飲むのか。いやいや、じゃあお酒600円で考えてたから、その交通費って消えてないし。大体まあ10時から4時までの6時間、4時から10時まで。笑ってますよね、ちょっと。違う、10時まで。違うってなんですか、笑ってますよ。その6時間余りを間はしょってるけど、何してんのこれ。6時間動物園は入れないと。いや、意外、それはうろちょろ。悪いけど動物園なんか20分ですよ。そんなことないわ。上野動物園20分ですよ、全部。そんなことないわ。調べてくれ、お前何分で回れるか。調べてよ、乗ってよ、そんなもん。相手は俺が女だったら動物園に6時間も連れます男嫌いだもん。だってもう昼挟んで昼飯も食わんとずっと動物見るんですよ。いや、それけど、その、いやけど、その、まあそうか。作っていくやん、俺が。ほんなら、そのおにぎりみたいな。そのお金はだって2000円。おにぎりぐらい作って家にあるもんで、お金とか、まあ、なんで出すの。おにぎり質で持っていくの、まあ、何よ。サランラップとかで。そう、まあ、そサランラップ代は何じゃないですか。そこ3000円から出さんでええやんか、別に。なんか公園で飲むってさ、今思ったけど、お前なんかさ、投げ出しで缶ビール一杯を彼女に飲ましてさ、うん、ブランコで延々こう揺らして余裕を回らしてちょっと飲ましてね、持ち帰ろうってお前最悪。さすがに口でしょ、若い頃してたんでしょ、それするか。怖してそうやな。もう
くやろお前、これはえぐいわ、ちょっと待ってくださいよ、これはひどい、ゼロ以外の何もんでもない、あーもうゼロ出た、もうもうね、点数よりも人としてダメだろ、人としてダメ、ゼロ、いやこブランコ乗せてフラフラしてた人が何言ってるんですか、さしてないっちゅう人としてダメって書かんでええねんって、いや今言わはったから小沢先生が、で先生なんか指差して盾つくな先生として来てるからな今日、いやそうですけど、そのもうあと1問で40点取れないと、どうすんのこれ、ちょっとサービス問題にしてください、40点だからサービス問題は自分でお題言うて自分で書いてください、それがもう一番でね、一番得意やから、それが自分の一番得意なんだ、せんねんから、そんな無茶ぶりある、うん、自分で何やった時はこう何々でしょうで自分で出してください、一番だってそれが一番だって自分のええとこ見せれんすから、50点出してくださいよ、せめて40点ですからね、おもうこうやった感じ、どの感じが一番こうこの場に合うか分かったでしょ、トトロ地獄でしたよ、うん、やろうって言い出したのあんたや、あの、うん、妻に愛を叫ぶコンテストっていうのに出ます、うん、時に、うんうんうん、なんて叫ぶか、あいやもうカメラの前に妻がまあ見てんねん、矢倉の下で見てて、うんうんうん、で、油の上で立ってるわ、これな、あはいはい、で、叫べ、まあ、じゃあお願いしますって言いましょうか、ああ、はい、はい、お願いします、あ、妻に愛を叫んでください、はい、お願いしますって言っていいですか、はいはい、妻にって言います、愛をもう何でもいいもう言わんといて、じゃあすいません、どうぞいきますね、ええ、長生きしてくれそんな切れます、ゼロですね、俺らつって言いたいくそ面白くもなんとも、ね、違うんですよ、これあと長いやん、奥さんからしたらあんたみたいな旦那とまだずっとおらなあかんっていう、いや今だったらだってお前、じゃあ長生きしてくれって言ったら、カムちゃん出てきて、あ私が愛を叫ぶなって、早くしでーって終わりだよ、そうよ、なんで面白いこと言うんすか俺より後に何なんなんすか、結局小沢さんのが面白いでいいですか今のしょうがないですよね、これね、うん、わ、かかだな1点も取れないじゃあこれは別にボケで真面目な問題を俺がじゃあサービス問題、あ、お願いします、点数がつかないか問題を出してる、これはね、何が正解っていうか、まあこうあるべきじゃねえかなっていう世の中の答えはある、はい、あの彼女と一緒に砂漠で遭難しました、お、はい、まあ見渡す限り地平線ですが砂漠もない、はい、そこに水一口とパン一切れしか残ってない、うん、二人で、うん、さああなたはそれをどうするでしょう、お水と水ちょっとと、ちょっととパン一切れ、パンをね、もうどちらも差し上げます、女にね、はい、うわこういうやつが綺麗事でダメなタイプの男をさせる、だってあんたほんなら餓死してその女の子どうすんの、その死体をめちゃめちゃだるいやん、横で死なれたら死んだ後も心配せなあかんの、そのいやいやお前だけ生きてくれ、いやいや空気になるどうする、俺はその水とパン全部もらってあのしょんべん飲まします女にいや途中までは俺は正解だからしょんべん飲ますまで具体的にいいで言わないで、確かにションベンっていらねえビタミンとかいるんだよ昔飲尿療法でありましたもんね、なんかジジイがでワイドショーみたいなジジイがションベン飲んでましたもんね、だから基本お前みたいに全部自分で食べちゃうと空気入ってるのと一緒で自分が食べて背負って歩かないと、そういうことね、あ連れていかないとこう綺麗事の時に、うん、彼女がおぶっていくわけではないわけです、はいはいはい、だから向こう行ってギリギリ街にたどり着いた時に必死かもしれないけど男が食うからガソリンが入ってから届くわけ、そういうことね、男みたいに切れ事してると本当に彼女が横でくたばってるし、それだったら担いで町まで維持でも行ったろという精神の中、それが正解だ、そうよ、
もしくはションベイの松か。ションベイ。なんでこっち側が思ってる。ね、ダメですね。ダメだな。やっぱりこうサービス問題で、ね、マイナスだもんこれな。いやいや、普通そう思う。あ、なるほどね。でも。思うがいいだろう。なるほど、でも。ちょっとほんまに勉強になりました、今のは。頼みますほんまに。真顔で言うな。いや、マジ、いや、ちょマジそれ使っていいですか、どっかで俺。お前使うって何や。女に使うんだろ、それ。俺やったらこうする、言うて。おいや、お前間違えてんね、一回。そうだったら、食っちゃう男と食わせる男だったらどっちがいいって聞けよ。ああ、うん。女性にね。いや、女さっき言わよ。女性って言おうな、そういう時は。なんかうまいこと編集するのちゃうねん今、うん、俺だけ言うたようにしてあんまその女性に対して女って言わんとこ先言うてなかったかな、このご時世かな編集したらなんてやねんマジで小沢さんもずっと女性って言ってましたもんね。女性です、うん、いや俺言ってたけどな女って。あとで小沢さんの声で女性っていう声を言ったって聞いてて俺は性についてはかぶねん。そう感じない噛んだんだ、うん、噛んだから聞こえただけ。なんかやっぱ可愛い人ですね。ということでゴールさんなんと、5問中、もう0点ですわ、うん、マイナスだよ。サービス問題も入れた。そうですよね、そうですよね。サービスもマイナスでさ、マイナス50ですわ。じゃあマイナス50、そんなに。いや過去いろんな方でやったんですけど最低点です。やったんこれ。いろんなそのまあ女性に対していろいろ怒られたりしてる人にやってきたんですけど、あのさんとかあとやめといた方がええんちゃう。思いつきでしゃべったあかんやめとけんですけどやめなさいよ、何で心配せなあかん。何しかマイナスです、うん、マイナスですじゃないですよ。で俺自分で思う男らしい、よく俺あんま好きじゃないけど男らしい男ってよくいいじゃない、うん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 、どう思う自分で。でも俺ほんまに優しい人が強い男だと思うんです。それはやってるつもりではありまして、うん、優しくなれることが強い男らしい男、うん、嫁にも嫁にも愛人一般の人、嫁にも優しい。でも全員お前あ結婚してんのか。子供4人います。子供4人、結婚して子供4人いて愛人10人はお前優しいのか。それみんなに優しいんです。お前それは悪いことではないと思うけど。でしょ。お前でも会いましたね、やっと話が。いやお前とはちょっと次元が違う。俺は結婚してないから。そう、あえてですよ。次元が違う。次元違う根本で。それに優しい、なんかくすぐったいこと言うな。ねえ、シャバいいですよ結局。いや、まあ、大体男の中の男って俺いや聞かれんなんか取材の、はい、男とはどう思います、うん、とかいう男なんだな、うん、お前玉二つの間に竿があればそれで十分だよ。ほらこういうことだよ。ねちゃねちゃ優しいとか抜かすな。玉二つの間に竿が一本あったらええねや。え火星方形ですよね。火星方形とか竿は竿やんか。根拠あれへんかな。お前竿火星方形差別してんのか。お前な、いいか買って袋から取り出した釣り竿と、うん、まだ袋の中にある釣り竿と、うん、何が違うんだよ。何言うてんすか、さっきから。何や、さっきから。釣り竿は一緒やん。釣れないから、自分で笑ってもらえ。とりあえず、もう郡さんまだちょっと男上げたかったけど、上がらず、ね、無理やん、そんな。もう最下層です、オスとして。二丁拳銃って言うんだから、二人いたらなんとかなるの。そうなんですよ、ここも考えてるんですよ。なんかな、一、うん、人だから弾も出ねえんじゃない。そうなんですよ。まさかですけど、もう相方さんが2丁持ってるかパターン。持ってないです、銃を。あのマガジンだけ持ってた。マガジン渡してるんで。2人セットじゃねえと弾が出ねえみたいな。切れたらマガジン渡すタイプらしいですね、どうやら。いろいろしてるのかな。さあ、ということで、すみません。なんか長々付き合っていただいてありがとうございます。コールさんもありがとうございます。ちょっと男上げたくて、ね、小沢さんとコラボでお呼びしたんですけども、ちょっとなかなか上がりきらず。どうでしたか。まあ当分大丈夫なんで、僕も気づかんでいいんで。ん？あ、YouTube に呼ぶなと。いや、そういうわけじゃない。いや、ありがたいんですけども。あ、じゃあ、わかりました。ありがとうございました。いや、ちょっと待って。そうじゃないねんけど、あんまりちょっとまだコメント欄見られへんから、これ。いや、これは大丈夫ですよ。やっぱ、顔にずっと僕はモザイクかけてる。なんでモザイクかけられなかった。
俺にビンタされたとこだけ一瞬モザイクがパッと離れてまたモザイクがパッと離れる何を考えてるんですかそれ小沢さんありがとうございました。ああいいどうじゃこの小堀という男はまあまあまあ男としてて、うん、まず話の腕を上げないとダメだよなそれお前根本だろ。いやちょ漫才師なんですよ。そう人としてはいいんですけどそこはあんまりいやどっちもダメだよ俺。なんてこと言うんですかもう小沢さん。でもこれ一個すごいことがあって彼ねあの落語も作るんですよ。それはすごい、ね、で落語の賞も取ってるんですよ、うんうんね、面白い話賞みたいなね。まあまあそう、うん、台本賞ですけど、そうほんまはこの何ちゅうたんその50点40点超えたら、うん、あのご褒美として落語をやれる時間をあげたいなと思ってたんですよ。いやー残念でした。全然いらん、ま、そんなどうですかこれそんなご褒美全然いらん。これさすがにかわいそうじゃないですか。ご褒美あげたらどうですかね。やっぱり見てみたいね。そこいやいいじゃあご褒美あげます。いやいいね、まあ、お情けであげた方がいい。あげましょう。そうしましょう、うん、じゃあほな特別に小沢さんがもういいよってことなんでご褒美、うん、あの落語やらへんって真ん中で一人でちょっと俺ら恥ずかしいから脇で見てる、うん、カメラもだからみんなあ僕らもタバコ吸って言ってるんだよカメラ据え置きで見てへんやつやったらダメダメです。ああそうか残念ですね。落語かけるのに落語って難しいじゃんな。ちなみにねさっきの長生きしてくれっていうの、うん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 、あれほんまに落語ハンカチっていう落語はこれさんが作った落語僕作った落語 でそれがほんまに夫婦結婚して20年のなんか喧嘩ばっかりしてる夫婦がっていう話のだからもう見張ったんです落語。あのな落語ってさこうずっとドラムと一緒やんか、ずっとだって結末がだからさなんか感動するのにおめえ上端折って結末がだけ持ってきたと分かるわけねえだろ。分かれん分かれん。そんなオチだけやられても最後まで怒ってはるやんそれ自分で落語はするんですかそういうの。上やったりあの落語家さんがやってくれはったりとかで古典になるって言われてるんです。そのハンカチがあいい落語やっぱり。そうそうだからどちらかというと感動系ですよね。まあ、あじゃあ落語も何出てんの寄席とかイベントで自分でやったりもして。あイベントで作って古典はできないんですけども、はい、落語なんか向いてんじゃないの。いや多分向いてると思うんですね。落語がボケないでこうストーリーでこうバーってやってる。そうそうだから感動っていう方に逃げれますからね、うん、面白いじゃないもん、うん、あお前またため息するもう69だ俺より先輩になっちゃう、うん60なんですね。俺も今年61だわ。お元気でよかったです。元気ですよ、バリバリ。また仲良くしてください。よかった。お出したなんだそれ。宇宙ああ、女にね。女に、うん。女性にね。あんまその女性に対して女って言わんとこ。さっき言うてなかったかな。このご時世かな。ああ、女にね。